チャールズ・マッカーサー・ガンケイ・テイラーは、リベリアの政治家、大統領。リベリア内戦を引き起こし結果として、権力を掌握したものの、内戦は、近隣諸国を巻き込むことになり、退陣を余儀なくされたことで知られる。2018年1月22日より、ジョージ・ウェア大統領のもとで副大統領を務めている、ジュエル・テイラーは、チャールズ・テイラーの元妻である。 本名チャールズ・マッカーサー・エーマニュエルは、チャールズ・テイラーの実の息子で、チャッキーの愛称で知られている。アメリカ生まれで、フロリダ州マイアミに住み、アメリカ市民権も取得している。父が、リベリアの政権を握っていた時は警備担当を、務めていた。そして2002年7月24日、リベリアの首都、モンドビア周辺で、ある男性を拉致し、熱したアイロンを押し付けたり、熱湯をかけたり、 世紀に電気ショックを与えたり、囚人同士に同性肝性行為を強要するなど残酷な拷問をしていたとされる。フロリダ州南部を管轄する連邦検察官事務所は2006年に拷問罪で彼を起訴した。ありがとうございます。